ええー、わっしょい、しんさん。わっしょい、ボロボロですね、アイビスミニが。アイビスミニが見えちゃってるけどね、これ。何がアイビスミニがちょっと年金入ってます、ね。年金入ってるんですよ、もうかれこれ1年ぐらい使ってますからね。それはもう年金入るんですけど。久しぶりにですね、エコキャップをお渡ししようかなと思いまして。まだ集めてるからね、はい。まず一つ。この大きさ、皆さん分かります？これ顔こんだけこんな大きい。これパンパンにエコキャップ入ってますから、この中。音聞こえる？音聞こえますね。たまりに溜まって、はい、また、はい、2袋目ですね。はい、これはちょっと細長めですね、細長め。これもパンパンに入ってますからね。溜まってますね。溜まってますよ。じゃあ、これ、3つ目まだあるんで、3つ目ここに置いときますね。これもパンパンに入ってますからね。はい、僕今日歩けなくてね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあラストですね、これ。もう皆さん、乗り切らないですね。なんかすごい幸せな感じ。4つ目もお渡しするんで。エコキャップで。これ全部エコキャップです。はい、これマジリアルにこれで一人ぐらいは救えてるんじゃねえかな。いや絶対救えてるわ。救えてますよこれは。多分今までで最高記録。最高記録ですね。持ってきすぎなんで。これ車で来るやんか。ぜひ身近にできるボランティアから始めましょう。そうですね。で、宝部くんにはずっと集めてもらっててね、こんだけ長く続いてる人なかなかいないね。多分俺の次ぐらい。俺も結構もう10年ぐらい集めてるからね。で、この量は初めて。半端ないですからね。半端ないですね。ぜひぜひ皆さん集めてください。集めてください。よろしくです。継続が力なりですからね。頑張っていきます。ありがとうございます。